なた、本を出すんじゃなかったの？そうだよ。それで、その本はどこ？本はね、詩が来てくれたらできるよ。じゃあ、詩は？詩はね、今こっちに向かってるよ。ちょっと、フードーシュ。詩ができてないのなら、商売の話なんてもっとできないじゃない。そこはさ、ほら、まずオーナーにお伺いを立てるのが筋かなって。本の内容がわからないと、売れるのか、どう売るのか、何にも決められないわ。おやおや、内容ならこのどうしたる私がさっき見せてあげたよね。確かに数行だけだったけど、もう爆売れする未来の片鱗が見えてたでしょう。爆売れ？あの木の獅子20金が？それと地に飯ありもだよ。あの見識広い勝利角形が褒めた会心の策なんだから、これを宣伝に使わない手はないでしょ。どうしゅ、万文集社は小さなお店よ。お金をかけてすって誰も買ってくれなかったら損するのは私なの。もう安心して、この私が保証するから。この刺繍が出た暁には天地が揺れて鬼神も涙しちゃうような世に名をとどろかせる一冊になるって。なんならここに来る途中でもう幽霊が涙してる声が聞こえたんだから。あ、信じてないでしょう。今ここで再現してあげてもいいよ。はぁ、結構よ。お前か。ああ、お前に言われた通り詩を書いてみた。感情を紙に写してみると確かに胸の内が落ち着く気がする。彼らに果たして届くだろうか。